以前は折 <laughs> り込みチラシというと、1社で1枚のチラシを入れなければならなかったわけですね。例えば表が美容院で、裏がスイートのお店、ガソリンスタンドと学習塾みたいなことはできなかったんですが、今は小さなところでもできるように、合同で折り込みチラシができるように緩和されました。ですから例えば B4 サイズのチラシを作ったときには、えー、10軒のお店があそれぞれの、えー、今の求人情報誌みたいに、えー、小さなスペースに、えー、広告を載せてそこからあインスタグルムに行くとか YouTube に行くとか通販サイトに行くとかっていうこともできるわけです。ですから折り込みチラシはあどんどん減ってくるかも。 知れませんですけど例えば商店街で20店舗が共同で同じエリアに出す時には20店舗の花屋さんがあったり飲食店があったり靴屋さんがあったりっていうのが共同でポスティングもしくは折り込みチラシをすることによって割り勘のプロモーションができるわけですね。是非そんな時にも QR コードをつけることによってソーシャルメディアに誘導する入り口として私たちは印刷物を利用していくことを地域で広めようとしております。